スコットランドの宗教では、スコットランドにおける宗教を解説する。キリスト教は、スコットランドにおける最大の宗教である。2001年のイギリス国勢調査において、スコットランド人口の65%がキリスト教徒であった。しばしばザカークと呼び表される、スコットランド国教会は、スコットランドの国民教会として、法律で認可されている。スコットランド国教会は、 国境ではなく国による管理から独立している。しかし、スコットランド最大の宗教グループであり、人口の42%が属している。他の主要な宗派は宗教改革以前のスコットランド伝統、キリスト教会であるカトリックで人口のおよそ16%前後である。カトリックは特にスコットランド中西部とハイランドにおいて重要である。 およそ1万5000人前後が、バプティスト教会、スコットランド聖公会、そして保守派の長老派教会である。より小さなグループに、クエーカー教とペンテコステ派、ゴスペルホールがある。出席者の増加を目の当たりにしている、唯一の教会は、独立した教会で、人気のある福音派の文化も含まれる。ユダヤ教は少なくとも中世最盛期以降に、 スコットランドで確立された。近年、その他の宗教がスコットランドにおいて、その存在を確立してきたが、これは、主として移民を通じて、または、部分的に回収者に引き付けられてによる。イスラム教はこれらの中で、最も支持者が多く、他に、仏教、宿教、ヒンドゥー教である。その他の少数派宗教には、バハーイー教、ラスタファリアニズム、 小さなネオペーガニズム集団がある。宗教的信念を持たない、または宗教を明記しないものが28%を占めているのを反映して、積極的にヒューマニズム、合理主義、世俗主義を促進する多様な組織がある。聖教会はスコットランド都市部のほとんどで顕著な存在感を示している。かつてはギリシャ性教会を通じて保っていたが、その教会はロシア、 マケドニア共和国、ブルガリア、その他の国々からやってきた、聖教会信徒の礼拝の場となっている。アイオな修道院入り口に立つ9世紀の聖マルティヌス十字。後方は、聖ヨハネ十字セントアンドリュース大聖堂の後、ウェストミンスターのエドワード王の椅子。スクールの石は、スコットランドに返還され今はないエディンバラにある、ジョンノックス蔵書記のピクト人の信仰は、一般的に、 ケルトの多神教に似ていたと推測されてきた。ピクト人の王がキリスト教に改修したとしつきびは不明である。しかし、アイルランドを離れてからのピクト人王国においては聖、パラディアスを敬う伝統があった。そしてアバーネシーはブリギットそしてキルデアのダーラグダックとつながりがあった。中世ウェールズ語で書かれた詩アゴドズインにおいてピクト人が 異教徒でで、あるとはは、述べられていないな一方でパトリキウスは廃墟者のピクト人エリートの改修はかなり長い期間にわたって行われたと考えられており、5世紀に始まって7世紀まで完了しなかっただろうとされる。ポート魔法マックの修道院の基礎における最近の考古学作業で、この地方は6世紀後半、最後の回収時期にあったと想定された。これは、 ピクト王、ブリデお及びコルンバと同時代である。ピクト人王国内でキリスト教を確立するまでの過程は、はるかに長い期間にわたって延長されていたのだろう。ピクト人王国はもっぱら、アイオナ島とアイルランド島から影響を受けたのでは、なかった。ピクト王ネフタンの知性に見られたように、イングランドの教会ともまたつながりを持っていたのである。 717年のネフタンによるアイオナの修道士や聖職者の追放が報告されたのはネフタンがローマの監修を支持していたように見られることからイースターの日付をめぐる論争、提発の習慣に関連していた可能性がある。しかし、王権を教会の上に高めようとする目的があったのかもしれない。それにもかかわらず、地名に残る証拠はピクト王国における アイオナの影響が広範囲にあったことを示唆している。同様に、アドムナンの方は、保証人の中にネフタンの弟、ブリデイを数えている。キリスト教はおそらく2世紀頃にスコットランドへ伝来した。そしてしっかりと根を下ろしたのは6世紀から7世紀だった。しかし11世紀までは、スコットランドにおける教会とローマ教皇庁の関係は曖昧であった。 スコットランドのケルト系教会は西洋キリスト教会のその他の土地とは天礼と聖職者に相違が見られたのである。これらのいくつかは7世紀終わりのウィットビー教会会議で解消された。そしてアイオナからの聖コルンバの撤退は11世紀の教会改革を待たねばならなかった。この時にスコットランドの教会はローマの不可欠な一部となるのである。ピクト王国における 修道院中心地の重要性は、おそらくアイルランドにおいてのものよりも小さかった。ストラスペイやパースシャイアのように学問が進んでいた。地方では、中世世紀の偏強な構造が、中世初期に、すでに存在していた。ピクト王国東部の主要な宗教中心地には、ポートマホーマック、センディグマイド、ダンケルド、アバーネシー、ロスマーキーがあった。 これらはピクトニンノーと関連付けられて現れた。王室の保護と教会の管理監督が相当な程度主張されるからである。スクーンの石はヤコブが枕に使用した石であると仮定されてきた。1297年、スクーンの石はエドワード一世によって戦利品として奪われ、スクーンからウェストミンスター寺院へ持ってこられた。そこで石はエドワード キリスト教が信仰される土地ならば、ある聖人数計は、後ピクト人王国で非常に重要となった。ネフタンの場合のペトロ、おそらくアンガス王の場合はアンデレだろうが、王たちは偉大な聖人たちの庇護下にあろうとした。多くは、より重要視されておらず、今もって一部は、不明瞭である、そういった聖人王たちは、大切にした。ピクト人の聖人ドロスタンは、古代に、 北部で広く崇拝されたようであるが、12世紀には忘れ去られていた。セーセル・ウアヌスは、ネフタン王の弟、ブリデーと関連づけられた。古代だけでなく後の時代にもよく知られているように、高貴な血縁集団は自分たちの守護聖人教、スコットランドの教会は、ケレスティヌス三世の教皇直書の後、独立した地位を獲得した。ガロウェーと当時ノルウェー王の支配下にあった。 当初部を除くすべてのスコットランドの司教区は正式にヨークとカンタベリーの独立した教会となった。しかし同じ頃4つの大司教座があったアイルランドとは異なりスコットランドには広塚教区がなくスコットランド教会全体は個々の司教区からなっておりローマの特別な娘であった。1560年にジョンノックスによって スコットランド宗教改革が始まるまでは、その状況は残っていた。カルバン派であるノックスは、スコットランドにおける教会は、ローマ教皇と決別し、カルバン派の信仰告白を採用すべきとした。この時点で、カトリックのミサは、非合法化された。メアリー・スチュアートがフランスから帰国して、スコットランド統治を開始したとき、 ほとんどプロテスタント国家であり、宮廷をプロテスタントが占めていたスコットランドで、自分自身がカトリック教徒であることを認識したのである。2001年の人口調査で測ると、スコットランド国教会が、スコットランド最大のキリスト教習派である。1921年スコットランドにおける教会法において、国民教会と認定されているが、国教ではない。スコットランド国教会は、 改革長老協会であり、1690年に決定された協会の政治形態は長老制を採用する。君主はスコットランド国教会の正会員であり、長老総会に王室施設を代表として派遣する。スコットランド第二のキリスト教宗派は宗教改革を生き残ったカトリックである。16世紀から18世紀終わりまで続いた弾圧にもかかわらず、 特に、ノースウースト島及びサウスウースト島とバラ島では、優勢である。スコットランドのカトリックは、19世紀にアイルランド移民が多く定着したスコットランド西部に、顕著な人数のイタリア、リトアニア、ポーランドからのカトリック教徒移民がスコットランドに移住したため、この傾向は20世紀の間続いた。スコットランド成公会は、約3万9000人の信者を持ち、 スコットランド第三のキリスト教会である。聖公会は、スコットランドにおいて、長老制度が最後に確立した1690年に、スコットランド国教会から分離して誕生した。アングリカンコミニオンの一部でありながら、イングランド国教会の娘教会ではない。聖教会も注目に値する。グラスゴーでは、セントリューク教会が重要な歴史的背景を持つ教会である。 スコットランドの国境を問題以上に、長老主義に疑問を抱く人々が別の宗派である、スコットランド自由協会を設立することとなった。スコットランドの現在の自由協会は、カルバン主義より、さらに保守的なスタイルを遵守している。スコットランドにおけるその他の宗派には、エホバの証人、メソジスト教会、改修派協会、末日聖徒、イエスキリスト教会が挙げられる。 スコットランド最大のモスク、グラスゴーセントラルモスクスコットランドにおいては人口の28%という比較的高い割合の人々が自分自身が無宗教に属するとみなしている。確かにこれは2001年の国勢調査においてはスコットランド国境界信徒であるという回答に次いで2番目にありふれた反応だった。イスラム教は人口の1%未満であるがスコットランド 2001年の国勢調査によると、およそ6400人のユダヤ人がスコットランドに在住していた。彼らのほとんどがグラスゴとエディンバラに集中している。ダンディーでの割合はより少ない。スコットランドのユダヤ人人口は、主として都市傾向であり続けている。小さな数字であるにもかかわらず、スコットランドのユダヤ教の歴史は長い。中世イングランドでは、 ユダヤ人迫害の時代があり、1290年のユダヤ人追放で最高潮に達した。しかし、スコットランドからはこれらに相応する追放は行われなかった。スコットランド・ポーランド・リトアニア間の商人の貿易道は中世スコットランドの港町にユダヤ人住民が定住するのを助けた。中世スコットランドにおけるユダヤ人存在の証拠はかなり乏しい。 しかし1190年、グラスゴー司教は、教会信者たちに対して、ユダヤ人から借りた金のために、聖職録の棚を作ることを禁止した。これはイングランドでの反ユダヤ暴動の時期で、短期間スコットランドで暮らしていた、ユダヤ人が商売を行うことが可能であった。または、スコットランドにやってきた、イングランド系ユダヤ人の利益に言及したのかも、しれない。多くのキリスト教、 1320年のアーブロース宣言は、ローマ教皇ヨハネス22世へのアピールとして送られた。これによりスコットランドは独立しており、主権国家であり、不当に攻撃された際には軍事行動を取る権利を主張し、これらが確認された。宣言は51人のマグナートと貴族たちによって署名がなされた。これは今もブリティッシュ・イスラエリストが、 定期的に参照してきている。宣言文は神の目の中にあるものを主張する。ユダヤ人移民の多数は産業革命後にやってきたように見える。1707年以後スコットランドでユダヤ人であることは、クレートビリテンの足したような反ユダヤ人法の対象となったことを意味した。スコットランドは1753年に交付されたユダヤ人帰化法の法官かつかにあったが、 これは翌年廃止された。シェートランド諸島は、スコットランドにおいて、異教信仰がかなり一般的に残っている、数少ない土地である。今日でも住民は、毎年のウップヘイリアーを祝う。エディンバラも、毎年、日祭りのベルテーンと、ゲール人の収穫の祭りサーウィンを祝う。現代のネオペーガニズム信仰は、ウィッカやネオドルイディズム。 セルティックリー・カンストラクシャニスト・ペイグネザムが一部の信者を持つように、キリスト教以前のイギリスとケルトの信仰に触発されている。一方で文化を基盤とするネオ・ペイガニズムの伝統は、キリスト教とはかなり調和するかもしれないし、その実践と信条を明らかにしている。一部のメンバーは、オカルトの実践に重点を置いており、迫害を恐れて、より慎重に行う傾向にある。 バッハーイー教は少数宗教である。セントメアリーズ大聖堂、エディンバラ。ありがとうございます。